ワールドカップ見ますか？すいません、私スポーツ興味ないです。ゲームとかゲームの配信は見るけど、サッカーは見ないんだよな。え、ワールドカップ今日ボンド対イナズマなん？日本が出んの？ワールドカップ。え、あ、いつから？あ、ちょ、日本が出るならちょっと違うわ。てか日本勝ち進んでんの？予選？モンド対イナズマって聞いたらなんかすごいやる気出てきた。なんだ面白そうじゃないですか。で、モンドってどこ？モンドってどこだっけ？どこだっけ？モンドのモチーフって。ドイツだっけ？グンヒルド系とか。グンヒルドっていう名前はめっちゃなんかドイツ味があるけどな、名前。ドイツだね。そうだね。ジンとかバーバラがグンヒルド家ね。モンドの三大貴族。ジン・グンヒルド、バーバラ・グンヒルド。で、ディルックが三大貴族ラグビンド家ね。ディルック・ラグビンド。ディルックのお父ちゃんがクリプス・ラグビンド。で、もう一つが、まあ、没落した貴族の一派で、ローレンス家。エウルア・ローレンスですね。あ、バーバラはペッチなん？あ、そうなん？え、なんでみんなそんな詳しいの？私知らないんだけど。え、いつ？それ。バーバラ・ペッチ。バーバラ・ペッチなん？下の名前。ファミリーネーム、バーバラ・ペッチなん？え、わからん。モンドの事情がわかんない。へぇ、知らんかったわ。もう私、エアプだわ。原神、武器とか、生物の選び方とか、命の生産の効果とか、そういう面の知識しか無理だわ。グンヒルド家の両親、離婚してんの？あ、じゃあ、ジンとバーバラって、あれなんだ。お父さん側かお母さん側かわかんねえけど、親違いなんだ、半分。俺の嫁だから。あ、なるほどね。バーバラ、お前のファミリーネーム、ペッチなんや。俺の嫁だからっていう理由、草なんだけど。マジ知らんかった。原神2年以上初日からやってきましたけど、いや、知りませんでした。うん、ここ1年で一番の驚きかもしれん。だから、お姉ちゃんって呼ぶのためらってる。あらー、そういう家庭事情がありまするのね。でも、お姉ちゃんって呼んでなかった？なんて呼んでるっけ、バーバラは。でもあんま、バーバラ人団長が、イベントとかストーリーで、クローズアップされることあんまないからな。バージョン 1.4 のウィンドブルーム祭の時に、バーバラがジン団長とのツーショットの写真を なんかさすってるシーンぐらいしか、まあ、記憶にねえでござるね、うん。あ、ジン団長って、代理団長とかジン団長って呼んでんの？お姉ちゃんって呼びたいのに？あら、ありがとうございます。いや、いいことを知れました。ありがとうございます。幸せです。ストーリーだとジン呼びだった。へー。いいですわね。